平成4年7月18日、全日本キックボクシング連盟が主催した全日本フェザー級選手権試合で、侍立島敦が敗れ、新チャンピオンが誕生した。褐色の貴公子、前田健作である。私たちは全日本キックのフェザー級を極めた前田選手の練習形態やトレーナーである新作総シリパン先生に興味を抱き、東京世田谷にあるジムを訪ねてみた。さぞかしシステムの整った中で英才教育を受けているのではと、取材前のイメージを膨らませていた我々の前に現れたのは意外な場面であった。新作ビクトリージムは高速道路の下にムエタイ本来の姿を浮き彫りにしていたのである。タイガーマスクがすごいファンで、タイガーマスクがよく蹴りを使ってて、ああすごい蹴りがかっこいいなと思って、そういう憧れからですね、キックを始めたの。はい、友達の紹介なんですけれども、友達にこの SVG 連れてきてもらって、それからです。前田健作24歳、キックボクシングを始めて3年になる。彼の夢はタイのランカーになることだという。21の時にキックを始めたんですけれども、デビュー戦がタイでナコンパトムというスタジアムで、ちょっと田舎なんですけど、そこで試合をして、それがデビュー戦です。それがその時判定で勝って、すごく感動しまして、日本で試合しようと思いました。本当に今までキックしかやってこなかったんで、キックがないとダメになっちゃうと思いますね。
膝と蹴りが得意だという前田選手を新作トレーナーは次のように分析した。これからね、もっとね、もっと厳しい、もっと厳しい試合でね、いろいろもう蹴りもちょっとまだ甘いし、膝も甘いし、これからもっとのね、膝と肘といっぱいの練習して、もっと伸びない。今度また体重と試合でもっと頑張らないからです。はい。もっと遠いけど。はい。足伸びて。はい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 。ビッキーぐらいであんまり汗しないで。はい。まず、ピサの方が見て。はい。はい。こじれてる。あんまり前のこじないとさ、相手の前入るからさ。はい。今まで入るからさ、いいこじける。はい。ぐらいの、ずっとそうです。はい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 。もっと押して。はい。はい。もっと狭いですよ。はい。はい。はい。でもちょっと足にね、もっと狭いですけど、クッとさ、はい。手の相手のパンチングとさ、もう今、はい。引いてから、麻痺ですね。はい。だいたい富士行くよな、パンチングの入ったら。狭い。そう。はい。狭いのさ、ね、そう。はい。かまって歯を引いてて。はい、はい、あ、そう、はい、はい、相手がさ、パンチに入ってるさ、イーブンな目触るラベルよ。はい、目、足もっと前入ってる。もっと前入ってる、ね、もっと前入ってる。はい、ね、そう、肘、うん、はい、小さく、はい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 、狭いですね。はい、よし、よし、はい、よし、よし、よし、はい、また何？はい、また飛んできた。はい、よし、それは相手のさ、パンチの時のさ、はい、リブのさ、相手パンチパーンとさね、はい、あとのキスはするラーメンからね。はい。相手シュールゴールさんでパンチ、そう。オッケーする。はい。はい。はい。よし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 。はい、はい、よし。もう本当に試合で負けてたので、試合で負けてからだったので、本当に自信も全然なくて、ただただもう本当に練習だけ一生懸命やって、試合は怖くなかったんですけれども、自信がなかったですね。でもみんなが本当に応援してくれて、
みんなの応援で勝てたと今は思ってます。ローのカットと、ローのカットとあとガードを絶対下げないということと、あと相手が入ってきたところに膝、蹴り、前蹴りと合わすというふうに言われてました。1ラウンド終わった時点でいけると思いました。緊張の糸が切れたというか、本当に緊張しながら本当に試合やってたので、自分が勝ったって分かった時には本当に何が何だか分かんなくなってしまって、嬉しいのか何なのか、本当に自分が何なのか分かんなくなっちゃって、何考えてるのか分かんなくなっちゃって、ただ本当に緊張の糸が切れちゃって、本当にほっとしちゃって、そしたらなんか涙も出てきちゃってっていう感じです。立島選手とはこれからも競い合い、技術の向上に努めたいという前田選手。タイのランカーを目指して今日も力強いトレーニングが続けられている。将来、そうですね、新作さんみたいにジム持ちたいのは持ちたいです。それが夢です。一応自分の目標というか夢はタイのランカーになることなんですけれども、今度10月にラジャダムなんで試合する予定なんですけれども、それをきっかけにしてどん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 そっちの方で試合したいと思ってるんですけれども、目下るラベル、はい、目は足元もっと前入ってる、もっと前入ってる、もっと前入ってる、はい、そう、肘、はい、小さく、
はい。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 つまいして。はい。よし。よし。はい。よし。よし。はい。あと飛んできた。はい。よし。それは相手のさパンチの時のさ、はい、リブのさ相手パンチパーンとさね、はい、パトルが来たするからね。はい。相手シュルゴルさんねパンチゾー。オッケーする。はい。はい。はい。よし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 。はい。はい。よし。もう本当に試合で負けてたので、試合で負けてからだったので本当に自信も全然なくて。ただただもう本当に練習だけ一生懸命やって、試合は怖くなかったんですけれども、あの自信がなかったですね。でもみんなが本当に応援してくれて、みんなの応援で勝てたと今は思ってます。あのローのカットと、あのローのカットと、あとガードを絶対下げないということと、あと相手が入ってきたところに膝、蹴り、前蹴り等を合わすというふうに言われてました。1ラウンド終わった時点でいけると思いました。緊張の糸が切れたという。肘を膨らませていた我々の前に現れたのは意外な場面であった。新作ビクトリージムは高速道路の下にムエタイ本来の姿を浮き彫りにしていたのである。タイガーマスクのすごいファンで、タイガーマスクはよく蹴りを使ってて、あすごく蹴りがかっこいいなと思って、そういう憧れからですね、キックを始めたの。はい。友達の紹介なんですけれども、友達にこの SVG 連れてきてもらって、それからです。前田健作24歳、キックボクシングを始めて3年になる。彼の夢はタイのランカーになることだという。
21の時にキックを始めたんですけれども、デビュー戦がタイでナコンパトムというスタジアムでちょっと田舎なんですけどそこで試合をしてそれがデビュー戦です。それがその時判定で勝ってに今までキックしかやってこなかったんでキックがないとダメになっちゃうと思いますね。膝と蹴りが得意だという前田選手を新作トレーナーは次のように分析した。これからね、もっとね、もっと厳しいもっと厳しい試合でね、いろいろも蹴りもちょっとまだ甘いし、膝も甘いし、これからもっとのね、膝と肘といっぱいの練習して、もっと伸びない。今度また大人と試合で。もっと頑張らないからです。もっと遠いけど、足伸びて、はい、お尻さん伸びて、はい、ゆっくりいいからね、あんまり汗しないで、はい、足、お尻さん伸びて、はい、はい、こじれてる。あまり前のコリのさ、相手の前入るからさ、はい、今まで入るからさ、いいコリ蹴る、はい、ぐらいの言ってそうです。はい、はい、えいし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 、コリとさ、あと、はい、3回蹴ると、はい、ね、あとパッとまた3回の蹴りとか、はい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 、ちょっと脳みすらないか、はい、ちょっと田舎なんですけどそこで試合をしてそれがデビュー戦です。それがその時判定で勝ってすごく感動しまして、日本で試合しようと思いました。本当に今までキックしかやってこなかったんでキックがないとダメになっちゃうと思いますね。
膝と蹴りが得意だという前田選手を新作トレーナーは次のように分析した。これからね、もっとね、もっと厳しいこと、もっと厳しい試合でね、いろいろも蹴りもちょっとまだ甘いし、膝も甘いし、これからもっとのね、膝と肘といっぱいの練習して、もっと伸びしない。今度また体重と試合でもっと頑張らないです。もっと遠いで、はい、足伸びて、はい、お膝伸びて、はい、ゆっくりいくらで、あんまり汗しないで、はい、足膝伸びて、はい、もっと入れてる、あんまり前のこりのさ、相手の前入るからさ、はい、今まで入るからさ、いいこり蹴る、はい、ぐらいの、そうそうそう、はい。